ございます。ゆかです。今日は試験期間中の平日なんですけど、試験期間中はいつもとは違ってこうもっと勉強に集中できるようにするために食べるものとか食べるスケジュールが変わってくるので、今日は私が一日中勉強する予定の時の一日に食べるものをご紹介したいと思います。今学校のジムでヨガをして着替えてきたところで、いつもはここで朝ごはん食べるんですけど、今はそんなに食べる気分がしないっていうか、あんまりお腹空いてないので後で食べることにします。じゃあまた後でアップデートします。バイバイ。少しお腹が空いてきたので何か食べたいと思います。何食べる？スープにします。これまだ冷たいので温めてきます。そう、試験期間中とか何か一日ずっとこう机に張り付いて作業しなきゃいけないっていう時は、軽めの食べ物を一日を通して食べるようにしてます。ごいぞみたいにしっかりした食事を短時間で食べると、授業とかラボがあるときはいいんですけど、机で勉強してるときって眠くなりがちなので、あまり血糖値が急激に上がったり下がったりしないものを一日を通して食べるようにします。スープ取ってきます。スープ、はあ、いいよね。もうこれ本当に具沢山なんですけど、見えるかな。この前実は急遽引っ越しすることになりまして、それでこの引っ越しする際に冷凍庫にあった野菜を全部使って、あとトマト缶とお豆とあと塩コショウを自販機に入れて炊いて作ったスープなんですけど、すっごい具沢山です。ブロッコリーのクッキー、お豆、白菜、トウモロコシ、人参、あとグリーンピース、ハラペニョ、カリフラワーのクッキーで、あとなんか適当にいろいろスパイス入れて作ったんですけど、寒い日のスープっていいですね。美味しいです。また何か、あ、カリフラワーの葉っぱもあった。あとコリアンダー、コリアンダー、パクチー入ってます。じゃあまた後で違うもの食べるときにアップデートします。じゃあね、こんにちは。また何か食べたくなってきたので何か食べます。何かフレッシュなもの食べたいので、もしよぶどう持ってきたんでぶどう食べます。昨日ただ洗ってタッパーに入れて持ってきたんだけどぶどうです。日本の基本に似てるぶどうです。勉強しながらポリポリ食べます。でもまたしばらく時間経ってお腹が空いてきたのでさつまいも食べます。これ日本のさつまいもと違って、こちらさつまいもってオレンジ色で水分が多くて結構柔らかいんですけど、これは結構何日か前にまとめて大きいさつまいもいっぱい焼いたのを冷凍庫で冷やしておいて、でまた前日から解凍しておいて切って詰めてきたんですけど、まあ、本当に日本のさつまいもよりずっと柔らかくて、もうこんな感じ、あ、すっごい簡単にフォークでほぐれるんですけど、はい、こんな感じで食べます。シナモンとかかけても美味しいですし、さっきのスープと一緒に食べても美味しいんですけど、これでやります。そう、多分日本のさつまいもだったらふかした方が調理するのにかかる時間が短くなると思うんですけど、こっちのさつまいもはふかすと本当にこれ見て分かる通りすっごい柔らかいんでべちゃべちゃになっちゃうんで、オーブンで焼いてます。これ美味しいんです。はい、また食べながら勉強します。しばらく時間経ってお腹空いてきたので、今度ブロッコリー食べます。昨日ブロッコリーの房をただ洗ってタッパーに詰めてきただけなんですけど、これを生で食べるのはちょっと今寒いので電子レンジで温めていきます。今電子レンジで温めてきました。ただこんな感じでしっかり火が通ります。ただ1分ぐらいかな。ここに家でピーナッツバターとお味噌とお酢とメープルシロップで作ったタレを作ってきたのでかけます。いただきます。美味しい。もう朝からぶっ通しで勉強してるんで、多分顔がちょっと死んできてると思うんですけど、最近朝6時半から10時ぐらいまで学校で勉強していることが多くて、ちょっと寝不足なんで喋り方がちょっと
単調になっちゃうんですけど、もうこうやって長い間勉強してる合間にちょくちょく食べると気分転換にもなるのでいいです。そう、ご飯大好きなんですけど、試験期間中はあんまりご飯食べると食べた後に眠くなっちゃって勉強がはかどらないことが多いんで、食べるとき大体お芋とかさつまいもとかかぼちゃとかそういう時のことの方が多いのと、あと結構脂質いっぱい食べてそんなにたくさん食べなくてもお腹にたまるようなもの食べてます。また食べながら勉強します。またスナック食べます。下がハマスで、中にセロリとキュウリと人参を切ったのが入ってます。これすごく美味しいんですよ。私普段はハマスよりもピーナッツバターとあと他の調味料を混ぜて作ったディップを中に入れることがあるんですけど、今日はハマスがあったのでハマス入れてきました。他にスティックにする野菜は人参、キュウリ、セロリ以外にも大根とか、大根ぐらいかあとカブとか入れても多分美味しいと思います。もうね、疲れましたね。皆さんお元気ですか？お元気なことをお祈りしてます。私は疲れました。なのでご飯食べて元気出します。美味しい。こう勉強中ってポリポリするものを食べるのいいですよね。なんだろう、こう爽快感わかんない言葉が出てこないけど、でもおいしい。またこれ食べながら勉強します。今野菜スティック食べててすごい元気が戻ってきたんですけど、このディップ、さっきも言った通りピーナッツバターで他のディップ作るのおすすめなんですけど、おすすめはピーナッツバター、ケチャップ、マスタードのペアとピーナッツバター、お味噌、あとお酢のペア、それにメープルシロップとか甘いの入れてもいいですし、この前作ったのが、私余り物野菜で野菜のスープストックのペーストみたいなのを作ったりする時があるんですけど、それでピーナッツバターとこの野菜ストックのペーストを入れたらすっごい美味しかったんで、ちょっと今度できたら野菜ストックのペーストの作り方をお見せしますね。はい、ちょっとそれをお伝えしたくて、勉強に戻ります。お久しぶりです。とそろそろ今6時ぐらいなんで晩ご飯兼おやつ食べたいと思います。さっきさつまいも半分ぐらいしか食べなかったので、このさつまいもとさつまいもとあとまた同じスープもう一つ持ってきたんで、これ温めてきます。スープ温めてきました。さっきとまた同じスープです。コーンといろいろ入ってます。そう、電子レンジを使うとあんまり良くないですよっていう意見最近いただけるようになったんですけど、本当に最近はこう引っ越しと学校の勉強と YouTube のいろいろで結構忙しくて、ご飯に時間をかけることが結構難しくなってしまってて、それで電子レンジよく使ってるんですけど、電子レンジを使うのあんまり良くないっていうのは承知してるんですけど、やっぱりちょっとこう優先順位をつけると電子レンジ使って早めにご飯食べるっていうのが正直なところです。で、春が寒いのでご飯スープ冷たいまま飲むのも辛いですし、毎回こうお鍋とかでご飯温めるために家に帰るのもちょっと難しいので、はい、最近は電子レンジに頼ってますけど、ファイナルが終わって引っ越しの荷物片付けとか全部終わってちょっと落ち着いたら多分また電子レンジ使わない料理の仕方もご紹介できると思うので、それまで待っててください。すみません。あといつもはもうちょっとなんかそう、せっかく見てる方が時間を割いて私の動画を見てくださってるので、そう参考になる情報を効率よく生活に取り入れていってもらいたいなと思って、できるだけ編集も分かりやすくして短めに作ろうと思ってるんですけど、本当に今もう
本当に今ちょっと忙しくて、そういう動画編集が今ちょっと時間割けないので、こういうちょっとブログ形式の動画ですみません。ちょっと、はい、いつもの動画よりはちょっと多分見にくい動画になってしまってるかなと思うんですけど、楽しんでいただけたら幸いです。じゃあ喋ってないで食べますね。美味しいです。トマトと白菜ってすごい味合いますよね。あとトマトスープとお豆もすごい相性がいいので、お豆どこのその料理どうにお豆をどうやって料理に取り入れたらいいかわからないって方は、とりあえずスープ、トマトスープに入れるとすごく美味しくなると思います。あとこのさつまいもは多分日本だと手には入らないと思うんですけど、このさつまいもとトマトスープの相性がすっごくいいんですよ。でも日本のさつまいももトマトスープに入れると美味しいと思うので、ぜひ買ってみてください。じゃあまたゆっくり食べながら、どうしよう、今回は食べるのに集中します。ちょっとリフレッシュのために、多分さっきちょっと前にも話したと思うんですけど、このスープ炊飯器で作ったんですけど、炊飯器で作ると本当に楽です。材料全部入れて蓋して、こう時間多分食材とか作る量によって違うと思うんですけど、 2,30 分でだいたい炊飯設定して作ればできるので、こう吹きこぼれとか全然気にしなくてできるので、すっごい楽です。あ、食べ終わりました。スパートの勉強していきたいと思います。今7時ぐらいなんですけど、今日はテスト範囲の内容をもう1回1周はしてるんですけど、もう1周してから帰りたいなと思ってるので、それまで勉強して帰ります。今日ミカも持ってきてるんですけど、今これ食べ終わって結構お腹いっぱいなんで、食べるかわかんないですけど、食べるときはまたアップデートします。じゃあ勉強します。勉強し終わったので家に帰ります。動画見てくださって本当にありがとうございます。もうこの拙い動画で、この後はパスマスに帰るだけなんですけど、もしこの動画を気に入ってくださった方は、ぜひいいねボタンのクリックと、あともし他の動画を見たいなって方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本当に今コメントをたくさんもらってて、とても嬉しいんですけど、時間避けなかなか返信するのに避けなくて、こう適当に返信するの嫌なんで、今度また時間ちゃんと取って一つずつお返事したいと思います。じゃあまた見てくださってありがとうございました。良い一日をお過ごしください。じゃあまたね、バイ。